それでは、プロデューサー様は、もう、はい。今朝の便で、そうなのですね。プロデューサー様。プロデューサー様。はい。プロデューサー様、あちらも雨でしょう。プロデューサー様がご無事で帰られますよう。プロデューサー様。ご心配くださっているのですね。リンゼは必ずやご期待にお答えしてみせます。神の飛行機で参りましょう。火の飛行機、紺の飛行機、空色の飛行機。お仕事は順調でしょうか、プロデューサー様。プロデューサー様、お疲れ様でございます。いえ、はい。プロデューサー様、はい。長い雨でございました。リンゼのことを。はい、はい。プロデューサー様、良い雨に恵まれました。はい、プロデューサー様。はい、リンゼは精一杯努めました。プロデューサー様、はい。お帰りなさいませ、プロデューサー様。名家でございますね。はい。プロデューサー様、このような
変もったいなくありがとうございます。リンゼの空に飛ばしましょう。たくさんの紙飛行機、どこまでも。これはリンゼが幼いゆえ、わかっているのです。プロデューサー様、でも思わずこのようなところへ。プロデューサー様が話されていた方、綺麗な方、大層打ち解けたご様子で、プロデューサー様、リンゼを探しておられるでしょうか。あ、これが千本鳥居、戻るべきだけれども、ずいぶん来てしまいました。プロデューサー様もきっとご心配を。あ、電波が。プロデューサー様、いずこでございましょう。先も後ろも赤い鳥居、リンゼはとても良くないことを。どうかリンゼを、どうかプロデューサー様のもとに。あ、今のは。プロデューサー様、プロデューサー様、プロデューサー様、
申し訳ございません。いえ、いえ、プロデューサー様、リンゼは、プロデューサー様、リンゼは、リンゼは、幼い、不心得のために、大変なご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。プロデューサー様、リンゼはもうプロデューサー様から離れることなどございません。白い狐、お、リンゼも見かけたのです。リンゼも釣られてこちらに参りました。お、お稲荷様、こちらの稲荷の、ふふ、お使いかもしれません。お礼を申し上げに参らなければ。プロデューサー様、プロデューサー様、プロデューサー様、はい。はい。いえ、プロデューサー様がおられますから。リンゼは大事ございません。それではリンゼも、プロデューサー様、それは麺。いえ、存じております。ただ食したことは。はい。いろいろなものを入れるのですね。いえ、リンゼが先にいただくわけには。はい。ではリンゼは、リンゼは、
胸がいっぱいで、頂戴いたします、ズズ。ごくり。まことに、まことに、美味です、プロデューサー様。3分。はい、心得ました。こういう時、そういう時、はい、3分でございます。プロデューサー様、はい、ではつ、こういう時大変おいしいです、プロデューサー様。はい、プロデューサー様、いえ、リンゼは、プロデューサー様、ありがとうございます。リンゼは忘れていたのです。台風が楽しく、寒いことなど、つい、風に、空、外に、出られないこと、いずれも、リンゼには、どうぞ、不謹慎な物言いを、お許しください。いえ、ズズ、温かいカップ麺は温かいものなのですね、プロデューサー様。プロデュー、失礼いたしました。プロデューサー様、はい、プロデューサー様、プロデューサー様、いえ、リンゼは、プロデューサー様、はい、プロデューサー様はお忙しいのです。プロデューサー様、リンゼは、プロデューサー様。
はい。いえ、その。はい、おはようございます、とお伝えしたく。いえ、プロデューサー様に、非はございません。ただ、リンゼが、そう、お伝えしたかったのです。プロデューサー様。はい、おはようございます。プロデューサー様。はい。いえ、お呼びしたようで、そうでもなく。いえ、とてもとてもとてもお会いしたくて、リンゼの心の中の声であったのか、まことの声か。ですが、お待ちいただけたのです。どちらであってもお呼びしてよかった。プロデューサー様。それは、はい。なぜでございましょう。プロデューサー様、リンゼは、遮断機が上がる頃には、プロデューサー様はいらっしゃらないと思っておりました。プロデューサー様、それを申すのでしたら、リンゼの方でございます。なお、お呼びくださり、声を捕まえてくださって、はい、ご一緒に参りましょう。プロデューサー様。はい、先日買ってまいりました。疲れに効くと評判でございましたので。それは心配でございます。では、リンゼが、昔話など、いたしましょう。それでは、昔、昔の、ことでございます。あるところに、思い合った男女がおりました。しかし、身分の違う二人が会えるのは、一日につき、お線香一本分が、燃える時間のみ、大店の若旦那である男は、毎日、相手のもとへ通いました。しかし、身分違いの相手と交流することを
親族は嫌い。男を家に閉じ込めてしまいます。今では考えられません。はい、女は毎日手紙を書くことにいたしました。80日間、手紙は途切れることなく書かれましたが、親族の手に阻まれ、一通も男のもとには届けられませんでした。しかしその後、ぷっつりと手紙は途切れます。不思議に思った家の者が使いをやると、女は寂しさのために床についたきり他界しておりました。はい、そのことを告げられると、男は女の家へ飛んでいきます。仏壇に向かって涙し、堪忍してくれ、こんなことになっているとは、と悔やんでも悔やんでも悔やみきれない男が涙に暮れていると、突然女の持っていた三味線が鳴り出します。はい、これは俺の好きだった曲、あの子が弾いてくれているのだと、男は懸命に耳を澄ませました。しかし、最後まで奏でられることなく、三味線の音は途絶えてしまうのです。はい。お線香が断ち切れました。はい、リンゼはここに。リンゼはどこにも参りません。約束をいたしました。プロデューサー様と共に最高の舞台に。プロデューサー様。はい、リンゼの子はいつまでもいつまでも断ち切れることはございません。